ラルフ 124C41 はヒューゴー・ガーンズバックの SF 小説。書出は1911年4月のモダンエレクトリックス誌。同誌は1908年にガーンズバック自らが創刊した世界初の無線雑誌で1911年4月から12回が連載された。ハードカバーの初版は1925年。 ストラトフォード社より刊行された。出版時の副題は2660年のロマンス。27世紀最大の科学者の一人、ラルフ 124C41 は、テレビ電話の混戦がきっかけで、アリス212バイト423という美しい娘と知り合い、互いに愛し合うようになる。 世界中が若い二人を祝福するが、アリスに恋する二人の男だけは別だった。アリスに横れんぼする青年フェルナン60-010が彼女を誘拐し、宇宙へトラッチする。アリスを救出するため、ラルフは自分専用の宇宙機に飛び乗って宇宙へ飛び出す。無事、フェルナンの宇宙機に追いつくことができた、ラルフだったが、船内に彼女はいなかった。 アリスに連情を燃やす、もう一人の男、火星人、リザノール CK1618 がフェルナンから彼女を、横取りして火星に向かって逃走していたのだ。火星に逃げ込まれる前にリザノールに追いつかなければ、ならない。知力を振り絞り、視力を尽くした追跡が続く。この世界では生を名乗る風習がなくなっており、個人名の後に数字とアルファベットをつけるように、 なっている。ありがとうございます。